皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回のシリーズは LCC 香港エクスプレスに乗って香港深センの中心街を旅します。今回は深センの繁華街、老街、東門、歩行街、深センで一番古くから発展した老風エリアの繁華街で、地下鉄老街駅周辺、深センの繁華街、東門歩行街のショッピングエリアを散策します。東門歩行街は人が多く、にぎわいのある広大な近代的な商業街エリアで、深センの渋谷といったイメージの街です。 Hello all over the world. Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler channel. In this series, I'm going to travel to the center of Hong Kong and Shenzhen by LCC Hong Kong ExpressThe title of this video is Shenzhen's busiest shopping street, Old Street, East Gate Pedestrian Street. This time, I'm going to stroll around the East Gate Pedestrian Street around the Old Street subway station. Here is the busiest shopping street and the downtown area of Luofu, the oldest developed area in Shenzhen. East Gate Pedestrian Street is a large modern shopping area, and here is crowded and lively. It's like a Shibuya of Shenzhen. Let's enjoy the video. Thank you. はい、ということで、これ今動画はですね、深センの入国ゲート、まあ、イミグレのところの手前にいるところです。今回はですね、これ今老風っていうところのイミグレなんですけど、この老風のイミグレから深センに入っていきます。でこの深センの老風のエリアっていうのが深センで一番古くから栄えていたエリアということで、繁華街もですね、今でも一番大きな繁華街がこのエリアにあります。その老風にある繁華街、こちらまで本日は行ってみたいと思います。それでは Google マップで今回の経路を確認します。南にあるのが香港島で、こちらから今電車に乗ってですね、地図の真ん中あたり、これ老風という駅があるんですが、こちらまで来ております。で、こちらの駅まで来まして、こちらから香港を出国しまして、川を渡って、これが国境ですね。国境の川を渡って、まあ、老風、これはですね、深セン側、中国の深セン側の老風の事務所に行きまして、こちらのゲートで、まあ、入国手続きをして深センに入っています。で、このエリアがですね、老風の、入境事務所があるんですが、このエリアが、深センの中でも一番古くから栄えていたエリアで、老風のエリアっていうことになってるんですが、ここからですね、地下鉄で2駅行ったところにですね、一番、ショッピングの、まあ、商業地ですね、商業の中心街がありますので、この街がですね、まあ、老街という街で、まあ、駅名もですね、地下鉄が老街という駅になっております。こちら今、老風から2つ目ですね。この緑のラインに乗って2つ目、老街という駅まで行きます。で、今回はちょっと Google マップではなくて、地下鉄の路線図ですね。これを使って2駅先に行くっていうふうにちょっとルートを示してみたんですが、実はこれですね、Google マップが中国の国内っていうこともあって、ルート検索が使えないんですね。ということで、地下鉄の路線図で2駅といった形になります。で、老街の駅まで行くと、これ Google マップ写真は載っておりまして、このようにですね、非常に大きな繁華街になっておりまして、むちゃくちゃ人が多いです。人が多いエリアで、まあ、東京で言ったら渋谷、日本の渋谷のあたりに似てるような、そんな人がたくさんいる、まあ、ショッピング街。ビルも、たくさん建ってます。ね、こんな感じで、高いビルもたくさん建っているといったエリアになっております。本日は、この、深センの老風エリアの、深セン1のですね、繁華街、老街のエリアを歩いてみたいと思います。はい、それで、まずですね、深センに入ってきました。深センの街について簡単に説明してみたいと思います。まずですね、深セン、人口はですね、1760万人います。深セン市で、1760万人。これはどれぐらいの規模かっていうと、例えばですね、日本で一番人口が多い東京都、東京都で1300万人ぐらいです。ということで、東京都よりも人口が多い、ま、町だと、市だということが分かります。で、深センでびっくりするのはですね、実は、ちょっと前、ちょっと前って言っても、1979年、80年ぐらいかな。これぐらいの年代まで、実は
深センっていうのは本当に田舎町で漁村だったそうですね。で人口が30万人しかいなかった、その、人口が30万人しかいなかった小さな町がですね、本当にここ数年で、東京を超える人口になってしまったということで、おそらくですね、世界で一番早く人口が増えた増加した、町ということになるんだと思われます。はい、じゃあなんでそんなに急速にですね人口が増えたのかというと、それは、この深センが経済的にめちゃくちゃ発展したからっていう、ことになるからなんですが、それではなんでこの深センのエリアっていうのは経済がそんなに発展したのかっていうと、昔ですね中国に鄧小平っていう国家主席、一番偉い人ですね、一番偉い人がいて、その人がですね、この深センのすぐ隣にある香港を見て、いや香港ってこれめちゃくちゃ発展してるじゃん、なんでこんなに香港って発展してんだろうっていうことを考えたわけですね。いや、あ、それは、自由主義経済であるから発展してるんだっていうことに気づいたわけですね。で、中国はもともと社会主義ですから、そういった自由主義っていうのは、あまり取り入れないようにしていて、要は社会主義っていうのは自由主義の反対で、ガチガチに厳しくやる、規則でがんじがらめにするっていうのが社会主義なんですが、そういったのをちょっとやめて、香港の真似をして自由主義経済に変えるっていうような政策をしたわけです。要は、規則でがんじがらめで、自由のない、経済活動からですね、自由主義経済に、180度、やり方を変えたっていうことなんですね。大改革だったと思います。で、中国全土でまずそれをやってしまうと成功するかどうかっていうのはわからないので、とりあえず実験ということで一番最初に、この規制を緩和をして自由主義社会にしたっていうエリアがこの深センっていうエリアだったわけです。でその時に、作ったのが経済特区っていうやつです。だから中国で一番最初に、規制を撤廃して自由化をして経済特区となったのがこの深センのエリアだったということです。でその鄧小平の改革っていうのがめちゃくちゃ成功しまして、深センはその後めちゃくちゃ経済的に発展していくこととなります。私個人的に考えてもですね、やっぱり規則でがんじがらめにして、自由になんか活動ができない、であとはですね、平等主義とかになっちゃうと、非常に優秀な人が頑張ってもですね平等っていうふうに言われたら、それはやる気なくなっちゃいますよね。そういったところもあります。人間っていうのはやっぱりですね競争をすることによって、切磋琢磨して、全体的に発展していくっていうところがあるんで、自由主義社会だと、平等ではなくて競争ですよね。工夫して成功した人が報われる社会といったことになりますので、そういった仕組みになるとですね、めちゃくちゃみんな、やる気が出てくるわけですよね。それで全体的に経済も発展していくといったことになるわけです。でその後中国はこの深センのエリアで大成功を収めた、経済特区っていう、仕組み、これを中国全土に広めていくこととなります。それがですね現在の中国の、発展につながっているわけです。こんな経済の規模でもうつい日本を抜いてしまっていますよね。日本を抜いて、アメリカに次いで2番目の経済大国となった中国っていうのは、実はそういった改革が裏にあったっていうことなんですね。いや本当に些細なことだと思います。本当に一人一人の人たちが、住んでいる人たちがやる気を持って何か物事をやるのか、それとももうやる気がなくなっちゃって、平等だとか言われて、そんなんやってもしょうがないじゃんみたいになってやる気がなくなっちゃうのか、その本当にちょっとした些細な違いが、これだけ経済の格差を生むわけです。ということで深センという町、さまざまな側面はあるとは思うんですが、経済の面から見るとですね、そういったこととなります。ということで、中国で一番最初にですね経済特区となって自由経済となった深センの町、その深センの中で一番最初に発展したエリアで、現在も、深センの中で一番の繁華街となっている、この深センの老街のエリア
で、老街の中でも、今歩いているところは東門歩行街というエリアだそうなんですが、こちらのエリア、ちょっと街歩きをしていきたいと思います。はい、それで今回ですね、この深センの老街という街、私初めてというところもあって、それともう一つ、Google マップがちょっとですね、あまり正確に出てこないっていうところがあって、おそらくなんか中国の、地図のアプリかなんかがあるんかもしれないんですが、ちょっと Google マップだとですね、やはりアメリカ製っていうことで、あまり使えないようになってるんかもしれないんですが、ちょっとあまりうまく使えません。で、道がですね、5番の目になっていれば、そんなに迷うことはないと思うんですが、このように道がくねくね曲がっておりまして、結構ですね、複雑な商店街になっている、商店街といいますかショッピングストリートになっておりますので、ちょっとですね、道に迷ったらまた、駅まで帰るのが大変な状態になってしまうと思うので、ちょっとですね、道をちょっと覚えながらですね、またこの道をなんか、ぐるっと回って、帰っていきたいと思っています。で、今ですね、ちょっとこれ商店街がたくさんあるんですが、ちょっと広場に出てきました。はい、こんな感じでですね、近代的な、ショッピングセンターの横に、中国というか東洋系のですね、瓦屋根の建物があります。これ非常に大きな建物ですね。こういった建物で、いかにも、こういった、建物を見るとですね、アジアの、中国の街に来たんだなっていう感じがします。ヨーロッパですとか欧米ですね、欧米に行くとこういった瓦屋根の建物というのはあまりありませんよね。はい、こんな感じでですね、道もまっすぐではなくてちょっと入り組んだ道になっていて、で建物もですね、入り組んだ形で、いろいろなさまざまな種類の建物があります。前方に見えるのは非常に近代的なガラス張りの建物があったり、あとは、瓦屋根でできたですね、いかにも東洋風の建物があったりということで、この辺りを歩いているだけでも結構楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。で、先ほどちょっとバイクですね、原付になるかな、バイクはちょっと通過していったんですが、中国のこれ歩道だと思うんですが、この歩道をですね、結構バイクが、通過していくので、これちょっと注意しなければいけないと思います。で、このバイクがですね、日本だと原付で、ガソリンっていうかな、あれ軽油出してるのかな、ちょっと私詳しいところわからないですけど、ガソリンエンジンのバイクが走っているので、近づいてくると、エンジンの音がして気づくと思うんですが、この深センのエリアっていうのは車もバイクもですね、EV 車っていうんでしょうかね、電気で走る、電池で走る、バイクっていうのがほとんどでして、バイクが近づいてきても音が全然しないんですよ。エンジンの音がしない。ですので、後ろからですね、バイクが近寄ってきても、なかなか音で気づくことができないっていうことで、後ろからちょっとスーッと抜かされていってですね、ヒヤヒヤする場面が結構ありました。ということで、中国深センの街を歩く方はですね、歩道にはこのバイクが、電池で動くバイクが走ってくることがありますので、音もなくやってきますということですね。結構注意をして歩いていった方がいいと思います。はい、こんな感じでいかがでしょうか。こんな感じでですね、この歩行用の通路、道路、ストリートになるわけなんですが、結構ですね、綺麗にタイル張りで舗装がされていまして、結構歩いていても楽しいエリアといった形になっています。こちらに曲がると、これアーケード、これ屋根が上についてるかな、屋根はこれついてないかな、なんか骨組みは見えますよね。こういった形のアーケード、雨が降ったらなんかアーケードになるかもしれないですけど、こういった通路がありまして、非常に整然とした作りとなっています。で、このエリア今歩いているのは日曜日の、午前中、お昼に近いぐらいの時間帯だと思います。日曜日でだいたいこれぐらいの人出となっています。で、これがですね、この深センから帰る時にですね、もう一回この老街っていうエリアに寄ってみたんですが、夜になると、もう日曜日の夜だったんですけど、めちゃくちゃ人多いです。これ例えばですね、日本でいうと東京のなんか渋谷のセンター街ぐらいの人で溢れ返ります。めちゃくちゃ人が多いです。で、私は今回ですね、深センに来まして、他のエリアも回ってみたんですが、例えば南山地区、南山のエリアですね、あとは、オフィスの中心の福田のエリア、こういったところも回ってみたんですが、やはりですね、ショッピング、商業街のエリアとしてはこのエリアが一番人がたくさんいて、
繁華街といったイメージがあります。はい、それで今右側にちらっとですね、いろいろ食べ物、例えばですね、串焼きの、牛肉ですとか、あとは、海産物、例えばイカとかタコっていうのを焼いてその場で買ってですね、食べることができるようになってるんですが、ちょっと今ですね、現在私決済手段がですね、WeChat Pay が使えない状態、まあエラーが出て使えない状態になってまして、で、現金もですね、人民元に交換したんですが、そんなに多くは交換してないですよ。交通系 IC カードと、それからチャージ分だけ交換していたので、今現金が人民元ない状態になってですね、ということで、ちょっと両替所をちょっと探してですね、見つけたら、また人民元に交換をして、それでいろいろ食べ物を買っていきたいと思います。で、ちょっとショッピングセンター今入ってみてですね、商業施設なんですが、中を確認したんですが、大体ですね、日本にある大型ショッピングセンター、これは郊外型の、例えばイオンとかありますよね。こういった建物の作りと似た作りとなっています。そういった、郊外型のショッピングセンターみたいな大きなビルがですね、この街中にあるといった感じになっています。で、この、今ショッピングセンターに入って、新鮮通でですね、食べ物を買えるかということでちょっと買ってみようとしたんですが、いや、新鮮通は使えないって言われました。ということで、こちら深圳に来るときはですね、人民元に交換してくるか、もしくはですね、WeChat Pay、あるいはアリペイ、こういったものを準備してきた方がいいと思います。で、まあ実はですね、この、老街のエリア、歩いている中ではですね、ちょっと両替所が見つからなかったので、おそらくどっかに行けばあるとは思うんですが、見つからなかったので、ちょっとまた、老風の駅まで、戻って、それで戻った後に人民元に両替することにしました。ということで、この老街の中ではちょっと何も変えずにですね、街歩きをしているといった感じになります。はい、こんな感じで前方からなんかやってきますね。はい、バイクです。はい、電動式のバイクです。ということで、皆さんこんな感じでですね、歩道にバイクが走ってくるんですよ。で、これがですね、エンジンの音が、うるさければですね、ちょっと前から来ても気づくんですが、この電動式のバイクってなってますので、音もなく近づいてくるんですよね。ということで、非常にヒヤヒヤしております。はい、右手にはユニクロの看板がちらっと今見えましたね。はい、ということで、ユニクロ、柳井さん、いい場所にですね、出店してますよね。もう中国の深圳の繁華街、一番の繁華街にユニクロがあります。はい、ということで、こんな感じで結構な距離を歩いてきました。ぐるっと今回ってきたんですが、まあ、どこまで行ってもですね、このようなショッピングストリートが続いていて、結構な人、日曜日の午前中、まあ、昼ぐらいになるんでしょうかね。昼ぐらいなんですが、結構な人がいるエリアとなっています。はい、そして深圳に来るとこのように左手に車が走っているのは見えますが、まあ、ガソリン車も走っているんですが、これちらっと見えますよね。タクシー、あとはバス、こういったタクシーとかバスっていった公共交通機関は全部電気自動車になっています。それで皆さんご存知かもしれませんが、この深圳のエリアにはですね、世界的に有名な電気自動車の会社 BYD の本社があります。それで今電気自動車の世界では、テスラ、アメリカのテスラと、それからこの BYD というこの2つの会社、この2つの会社が非常に有名になってますね。世界的に有名な電気自動車の会社、この本拠地が深圳にあります。で、この深圳の街ではですね、おそらく行政機関がですね、この深圳に本社のある BYD の車両を、まあ、使ってですね、まあ、公共交通機関を運営していこうっていう、政策かなんかがあるんだと思われます。で、おそらくですね、この BYD の電気自動車を使った、このタクシーですとかバス、これを使って公共交通機関を運営しているといった形になっているのだと思われます。はい、ということで、この老街のエリア、地下鉄の駅から出まして、これ道路が5番の目になってないので、ちょっと迷わないかなっていうことで心配はしたんですが、ぐるーっと回ってきて、まあ、大体こっちの方に行けばまた地下鉄の駅に戻れるんじゃないかなっていう感じで、まあ、大体の感じでですね、ぐるーっと一周をして歩いてきた感じです。で、全部が全部回れたわけではないんですが、なんとか元の地下鉄の駅まで戻ってくることができました。それで今ですね、ちょっと決済手段を持ってないということで、あまり物が買えなかったんですが、ちょっとそういったところもあってですね、ちょっと
まあ、深圳から帰るときにですね、夜にですね、もう一回こちら来てですね、いろんなものを買ってみたいと思います。で、今、これ、歩道を歩いてるんですが、この歩道ですとか、あとはちょっと広場が右側にあるんですが、こちらがですね、夜になると人でいっぱいで溢れ返るぐらいになります。めちゃくちゃ人が増えます。ということでですね、またその状況はですね、後ほど、まあ、夜の深圳から帰るときの動画でちょっと、まあ、お伝えしていきたいと思います。はい、ということで深圳で一番の、まあ、中心街商業地繁華街老街の東門歩行街のエリアをぐるっと一周をしてきました。皆様いかがでしたでしょうか。でやはり深圳のですね、一番中心の商業エリアということで結構ですね範囲が広いみたいです。まあ、全部が全部今回歩けたわけではありません。おそらくですね全部歩くとですね結構な時間がかかるんではないかと思います。ということでですねまた機会があったらですねこちら来ましてくまなくですねショッピングしながら歩き回ってみたいなっていうふうに今思っているところです。はい、ということでですね地下鉄の駅に来ました。それではまずですね今手元に人民元を持ってない状態なんでちょっと両替所老夫の駅に行きますと両替所がありましたので老夫まで戻って、それで人民元資金調達をしたいと思います。この地下鉄の老街の駅から老夫の駅まで2駅となっております。で老夫に行きまして両替所で、まあ、両替をしまして人民元を資金調達しましてそれで次のエリアに行きたいと思います。こちら今ですねもう老夫に戻ってきたところです。こちらのビルで両替所が入っておりますのでこちらで両替をいたしました。で次に行くエリアはですね南山というエリアで深圳の一番西側の海側になるエリアなんですが、バスで行こうかなと思ったんですけどバスで南山地区へ行く、バス乗り場というのはちょっと見つかりませんでしたので、ちょっと地下鉄を使ってですね、南山のエリアまで行ってみたいと思います。はい、ということで次回はですね、この南山エリアにある、まあ、観光のスポット、海上世界といったエリアまで行って海上世界を散策していきたいと思います。Thank you for watching the Vega Traveler channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.